サー・オースティン・ヘンリー・レヤードは、イギリスの旅行家、考古学者、設計文字研究者、美術史や美術品収集家、作家、政治家、外交官であり、ニムルドの発掘でよく知られている。フランスのパリで、ユグノーの家系に生まれた。父は、営業政論の公務員、祖父は、ブリストルの司祭長、祖祖父は医師だった。母方の祖父は、ケントの銀行家で、 スペインの血も混じっている。叔父のベンジャミン・レアードは、ロンドンの事務弁護士で、1820年代から1830年代にかけて、ベンジャミン・ディズレイリと親交があった。少年時代の大部分をイタリアで過ごし、学校にも通い、美術への造形を深め、旅を好むようになった。他にもイングランド、フランス、スイスで学校に通っている。 オジベンジャミン・レアードのロンドンの事務所で六年間、過ごした後、1839年セイロンで、公務員の職に就く見込みでイングランドを離れ、ヨーロッパとアジアを横断するリークロの旅を開始した。何ヶ月間も主にペルシアを放浪し、セ論で職に就くことを諦め、1842年にコンスタンティノープルに戻り、そこでイギリス大使ストラトフォード・カニングと知り合い、彼に雇われて、 非公式な外交任務に就くようになった。1845年、カニングの支援を得て、コンスタンティノープルを離れ、アッシリアの遺跡の調査旅行に出た。レアードは、以前の中東旅行で、チグリス川のほとりのニムルドの遺跡や、ポールエミールボッタがすでに一部を発掘していた、モースル近郊のクユン軸の大きな塚などに、大きな知的興奮を覚えていた。 今回の調査業はその時に温めていた野望を達成するためのものだった。レアードが発見したテラコッタ製のキュロスシリンガー。紀元前539年から紀元前530年頃のバビロニアの遺物。南イラクのバビロンで発掘。レアードは、もうする近郊に今日構え、クユンジクトニムルドの発掘を続け、1847年まで調査を行った。 1848年に、イングランドに帰国して、ニネベ・アンド・イッツ・リメインズ、ウィズ・アン・アカウント・オブ、エイ・ビジット・ツー・タイル・チャルディアン、クリスチャンズ・オブ・クルディスターン、アンド・ザ・イエジー・デス、オア・デビル・アーシパース、アンド・アン・インク・ワイアリー・イントゥ・ザ・マナーズ・アンド・アーツ・オブ、ザ・エンシェント・アシリアンズを出版した。また、これら古代遺跡を図解するために、大判の本ストレーションオブ・ザ・モニュメンオブ・ニネベも、出版。 イングランドで数ヶ月過ごし、オックスフォード大学から博士号を授与された後、コンスタンティノープルに戻って、イギリス大使官員となった。1849年夏、二度目の調査業に赴く。今回は、バビロンの遺跡と、南メソポタミアのいくつかの塚の調査も行った。この時、アッシュールバニパルの図書館を発見したとされている。 この調査を記録した著書ディスカバリーズ・イン・ザ・ル・インズ・オブ・ニ・ネベ・アンド・バビロンと図解をおもとした別館 A セカンドシリーズ・オブ・ザ・モニメンツ・オブ・ニ・ネベを1853年に出版。この困難を伴う調査の間にレアードは多数の出土品をイギリスに送っており、それらが現在の大英博物館のアッシリア関連のコレクションの大きな部分を形成している。 不倫軸をニネベと特定し、多数の出土品をもたらしたなどの考古学的業績だけでなく、彼の調査業を描いた二つの著作は、英語で書かれた旅行記としても最高の作品との評価を受けている。1866年、レアードはアコンニアベネツヤア村のを創業し、ロンドンにベネツヤアングラスの店を開いた。この会社は現在では、 ポーリシー・コンパーニア・ベネツィア・ムラノとなり、ベネツィアングラスのブランドの一つになっている。1866年、レアードは大英博物館の理事に任命された。レアードは政治家に転身した。1852年、バッキンガムシャーのアリス・バーリーで自由党員として当選し、数週間だけ外務次官を務めたが、その後は自由に政府を批判し、 特に軍隊管理に関して批判的だった。クリミア戦争の際には自ら、クリミア半島に赴き、遠征の指揮を調査するための委員会の委員となった。1855年、パーマストン施策から外交とは、無関係の官職を提供されたが断り、アバディーン大学の名誉総長に選ばれた。6月15日、公職への任命が死没化されているとし、その是正を求める決議案を、 庶民院に提案したが反対多数で否決された。1857年、アリス・バーリーで選挙に敗れた後、反乱の原因を調査するためにインドを訪問した。1859年、ヨークでの選挙にも敗れたが、1860年にはサウスウォークで当選し、1861年から1866年まで外務次官を務めた。 1868年に、ウィリアム・グラッドストーンの下で自由党が政権を握ると、レアードは、建設長官、EN、ファースト・コミッショナー・オブ・ワークスとなり、数密院の一員となった。オースティン・レアード、作英ポピュラー・アカウント・オブ・ディスカバリーズ・アット・ニネベの、ドイツ語版の差し絵1869年、レアードはそれまでの官職を辞し、マドリードに特別外交施設として赴いた。 1877年、レヤードは中コンスタンティノープル大使に任ぜられた。1880年に政権が交代して、大使を解任されると、完全に引退することになった。1878年のベルリン会議で、レヤードはバス勲ン賞のナイトグランドクロスを与えられ、ナイトの借意を得た。引退後は、ベネツィアに住み、ベネツィア画派の絵画を収集し、イタリア美術について、 文章を書いて過ごした。この方面では、レアードは、ジョバンニ・モレッリの弟子だった。レアードは、モレッリの、イタリアン・ペインターズの英語版の序文も書き、マレーズ・ハンドブック・オブ・ローマの海外に関する部分の、編集にも携わった。1887年、最初の中東旅行の際の日記をもとにした、アーリー・アドベンチャーズ・インペルシャ、スシアナバビロニアを出版。 これを短縮して読みやすくした版が1894年のレイヤードの死の直前に出版された。レイヤードはまた自身が初代会長を務めたユグノー学会を含む様々な学会に論文を寄稿していた。ロンドンで死去。ありがとうございます。